宝塚歌劇団は、所属する俳優の女性が急死したことを受け、事実関係や原因を把握するための調査チームを設置したと明らかにしました。先月30日朝、宝塚市内にあるマンションの敷地内で、宝塚歌劇団に所属する25歳の女性が倒れているのが見つかり、現場の状況から警察は自殺の可能性もあるとみています。これを受け、宝塚歌劇団は事実関係や原因を把握するため、外部の弁護士を中心とする調査チームを設置したと今日明らかにしました。弁護士が俳優らから事情を聞くなどし、結果を公表するとしています。なぜ今回のようなことが起こったのか、また一部報道されているような事柄についてもきちんと調査した上で、しかるべき時期に情報を発信させていただきます。明日まで中止としていた宝塚大劇場での宙組の公演は今月22日まで取りやめるということです。